ウイスキーブーム終わりの始まり、サントリーに続いて日華ウイスキーも値上げを発表しました。2023年12月19日、年の瀬の迫る中、アサヒビール株式会社が日華ウイスキーの名だたるブランドの値上げを発表しました。先頃サントリーさんが値上げを発表し、かなり物議を醸した来年2024年4月度の値上げ、そこに日華ウイスキーも追随することになります。サントリーの値上げ情報の動画でも申し上げてはいたんですけれども、やはり日華ウイスキーも追随してきたなというところで、ただですね、やはりサントリーさんほどの値上げ幅にはならないんじゃないかなと思っていたんですけれども、ところがどっこいですね、サントリーさんの山崎白秋、こことですね、値上げ幅を揃えてきました。余市宮城郷、そして竹鶴ピュアモルトがですね、現在の価格が4950円税込みに対し、一気に7700円税込みに爆上がりします。その値上げ率、驚異の 55.6% ですね。いや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 、いよいよですね、ウイスキーブーム終焉の始まりなのではないかなと、ちょっと危惧しているところでもございます。当然我々のお店でもですね、来年4月以降のですね、こちら価格改定を行わざるを得ないというですね、非常に厳しい状況になっております。ではですね、今回値上げを発表した日華ウイスキーの銘柄について少し見ていきたいと思います。まずは竹鶴ピュアモルト 700ml、 現行価格4950円が税込み7700円、値上げ率は 55.6% となります。続いてシングルモルト余市ブランド、こちらはですね、同じく4950円が7700円、同じく値上げ率は 55.6% になります。そしてシングルモルト余市10年、こちらも値上げになります。こちらは現行価格8800円が13200円、こちらは値上げ率が 50% となります。そしてシングルモルト宮城郷、こちらも余市同様、4950円が7700円、値上げ率は 55.6% となります。続いてフロムザバレル 500ml、 3080円が3520円、値上げ率は思いのほか少ない 14.29% となります。続いてザ・ニッカ・テイラード 700ml で、現行価格7150円がなんと9350円になります。価格改定率は 30.77 と、かなり大きなものになっています。続いて皆さんおなじみスーパーニッカ 700ml、 現行価格3080円が3520円に、値上げ率は 14.29%、 同じくスーパーニッカ 500ml が2255円が2585円に、値上げ率は 14.63% と 700ml よりも少し高めになっています。そしてニッカセッション 700ml が4180円が4620円に、値上げ率は 10.53% と微増といったところになっています。続いてニッカセッションのベビーボトル 180ml サイズが1133円が1265円に、こちらは 11.65% と、こちらも微増となっています。そして常に終売の噂が絶えなかった伊達も、今回の値上げ対象に入っていることで、どうやら終売ではなさそうですが、3850円が4400円に、値上げ率は 14.29% となっています。そしてここからはですね、皆さんおなじみ大衆ウイスキーのブラックニッカブランドです。まずはブラックニッカクリア 700ml が990円が1089円と、ついに4桁に突入します。値上げ率は微増の 10% になります。続いてブラックニッカリッチブレンド 700ml が1463円が1606円に、値上げ率は 9.77% と、今回の値上げの中では最も低い1桁の値上げ率になっています。続いてブラックニッカディープブレンドは1650円が1815円に、
値上げ率は 10% となっています。そしてブラック日課スペシャルは 720ml が1485円が1639円に、値上げ率は 10.37% となります。そしてハイ日課 720ml が1320円が1452円で 10% の値上げ率となっています。他にもブラック日課シリーズはサイズ違いがあるので、こちらの方を参照していただければなと思います。今回の値上げ、やはり何より目立つのは竹鶴、余市、宮城京、この3ブランドがサントリーさんの山崎白州ブランドに追随したことですね。そこが非常に大きいところで、値上げ幅もね、本当に 50% アッパーということで、かなり厳しい値上げとなっています。それに対してちょっとね、個人的に思うところはセッションの値上げ幅がね、すごく低く抑えられていて、これを機にセッションに皆さん移行することもあり得るのかなと。で、ネットの声を少し拾ってみると、なんか宮城京が7700円になって本当に売れるのかという声があったりとかですね、かなり厳しい声も聞かれたりするんですけれども、なんとかもう少しね、こう値上げ幅を抑えられなかったのかなというところをですね、我々すごくちょっとびっくりしてるんですけれども、このあたりひょっとしてサントリーさんとなんか談合があったんじゃないかとかいうね、ネットの声もあったりするんですけれども、実際そのあたりね、こう気になるところですね。あとはですね、やはり何といっても常に終売するんじゃないかと言われてて、宮城県限定の伊達ですよね。今回なんとかですね、値上げという形ながらも、終売は回避しているんだなというところだったんですけれども、もっさんすごく気になるところがちょっと一つあってですね、今回の値上げ情報の中に、カフェモルトとカフェグレーンの姿がなかったんですよね。これはひょっとして終売なのかな、どうなんでしょうみたいな。最近だとサントリーさんがですね、値上げの中に入っていなかったバランタインの12年の終売情報とかが出たりですね、あとは実際トリスエクストラもないということで、このあたりが結構雲行きが怪しいよねみたいなところがあるんですけど、ひょっとするとこれを機にカフェモルト、カフェグレーン、また休売なのか終売なのか、そこら辺はちょっと気になるところではあります。このあたりの値上げについてはひょっとすると第2弾の情報があるかもしれませんし、何よりその皆さん終売休売情報に対してはかなりやきもきしているところではあるんですけれども、あとはやはり日課ウイスキーさんといえば余市蒸留所、宮城京蒸留所で売られているアイテム数がすごく多いことでも有名なんですけれども、そこでですね、やはり蒸留所限定品が値上げされるのかされないのか、そこについてもですね、まだちょっとよく分かっていない部分が非常に多いです。特にですね、蒸留所限定で言えば鶴ですよね、とかピュアモルト、レッド、ブラックなどをはじめ、非常に数多くのアイテムを揃えておられるのが日課ウイスキーさんですね。他にも厚生原酒シリーズや蒸留所限定ブレンデッドなどあるんですけども、そのあたりの値上げについてもですね、今回リストの方にはなかったんですけれども、続報が待たれるところではあります。何にせよかなり我々にとってはですね、非常に何とも落ち着かない年末年始を過ごすことになりそうです。あともう一点、こちらですね、免税店限定品ですね、余市グランデ、宮城京グランデ、ここについてもですね、今のところリストにはなかったんですね。確かにこの2本に関しては国内販売品ではなく海外限定の流通に限られているんですけれども、ただそうなってくるとこのあたりもぐっと値を上げてくるんじゃないかなというところで、もう多分今1万円なんですけれども、1万5000円とか、それ以上になるのかなというところでですね、やはりこう余市ブランド、宮城京ブランドですね、非常にですね、これから日課さんがどうしていきたいのか、そして竹鶴ピュアモルトはどうなってしまうのか、我々その動向にですね、本当にもう注目しかありません。というわけで今回はですね、年末に世間を激震させた日課ウイスキーの値上げについてお送りしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。実際にですね、サントリーさんに続いて日課さんも値上げを発表しました。
こうなってくるとキリンさんやマルスさん、そしてイチローズモルトさんの動向も非常に気になるところなんですけれども、あとは何よりやっぱりね、海外ウイスキーの値上げ幅の上昇ですね。最近だとフォアローゼスさんが値上げをねガンと発表したんですけど、また来年3月に上がるという情報も出てきています。それ以外にもモエヘネシー&ディアジオ社の値上げですよね。ブランド系は非常になんかアードベッグとかグレモオレンジ、タリスカーなどの値上げも発表されています。非常にウイスキー界に逆風が吹き続ける中、少しずつではありますが、なんかねこうウイスキーが富裕層の飲み物へシフトしつつあるような気がします。このままでは日本のウイスキー人気がまた沈静化して冬の時代へ戻るような気がしてこないこともなくなってきたかなと個人的にはすごく思います。ですのでですね、ここから先の2年間ぐらいですよね、あとはこの先ですね、値上げをすることなくキープしていただけるかが我々消費者にとってはすごく重要かなと思います。そして今回の値上げでですね、ちょっとジャパニーズきついんじゃないのっていうところもですね、皆さん感じておられると思うんでですね、そのあたりはですね、コメントなどでどしどしいただければなと思います。というわけで、今回の動画良かったなという方は、いいね、チャンネル登録、コメントをぜひぜひよろしくお願いいたします。今回は少し真面目な回でした。モッサンハイボールクラブでした。